シュリプリュドム、シュリプリュドム、フランス語、サリープルードハム、1839年3月16日から1907年9月6日は、フランスパリ出身の詩人、随筆家。本名は、ルネ・フランソワ・アルマン、シュリプリュドム、デネ・フレンス・ワ・アルマン・プルードハム。1865年に出版された、諸女作の詩集、シフ州シ、スタンセス・エポムは、 同国のロマン主義を代表する詩人、アルフォンス・ドラ・マルティーヌを彷彿させるような文体で、哀愁に満ちたその内容は、近代批評の父と呼ばれた同国の文芸評論家である、シャルル・オーギスタン・サントイコール・ブーブから賞賛され、文筆活動を行うきっかけになった。また、シフ州に収められた詩壊れたカウィン、ルベイス・ブリゼイは、失恋をもとに壊れた心の優美な意味を歌っており、 シュリプルドムの作品を代表する詩になっている。詩人としては、高等派に属したが、翻訳家としても古代ローマの詩人、哲学者のルクレティウスが残した、をフランス語に翻訳したりと、文学や科学、哲学の調和を図ろうとした業績が評価され、1901年に、高尚な理想主義と芸術的完成度の形跡、心情と知性の両方の資質の珍しい組み合わせを、 与える、私的な構成物に対して記念すべき、第一回、ノーベル文学賞を受賞した。初代ノーベル文学賞受賞者となったシュリプルドムは、獲得した賞金のほとんどを、文学の教会に寄付し、1902年にはなど、文学の教会の創設に携わっている。同国のジャーナリスト、政治家のが1881年に亡くなると、 同年から1907年にかけて、アカデミー・フランセーズの第14代座席番号24に就任し、シュリプ・プリドムの死後は、同国の数学者、アンディアン・カレがその席に就いた。また、アカデミー・フランセーズの会員に在籍中の1895年には、レジオン・ドヌール勲章のシュバリエが受訓されている。おいに、同国の画家、イラストレーターでコケットリーを風刺した絵で知られたお持ち。 シュリプルドムは、生涯を孤独に過ごしたため、ジェルボーが唯一相続人として、遺産を受け取っている。1839年3月16日、フランスのパリに、裕福な商人の家庭に、ルネ・フランソワ・アルマン、シュリプルドム、デネ・フレンスワ・アルマン・プルードハムとして生まれる。はじめは、技術者を志して、リセ・ボナパルト、リーセ・ボナパルト、ゲン、で学んでいたが、 眼病を患ってしまったため退学を余儀なくされ、エンジニアとしてのキャリアを断念することになった。その後は、フランス東部のソーヌイコールへイコール、ロアールケン、ルクルーゾニアル社、現、シュナイダーエレクトリックで働いたが、やがて法律の道へ興味を示すようになり、弁護士として勤務した。この頃、所属していた学生サークルのラブリュエール会議。 コンフレンス LA ブルーアーで詩を発表するようになり、評価を受けたため文学の道を歩むきっかけになった。1865年には、諸女詩集、詩詩集を発表し、同国の文芸評論家であるサントイコールブーブから称賛され、高等派の詩人として、執筆活動に励むようになった。翌年1866年には、試練、レイブルーブ。 1869年には、孤独、レソロ・トゥーズなどの詩集を発表し、本格的に詩人としての地位を確立した。この頃に、同国の詩人、劇作家ノル・コント・ド・リールが編集した、現代高等詩集にも、詩を寄せていたが、1870年代の後半に、入ると古代ローマの詩人、哲学者のルクレティウスが残した。 自物の本性についてを翻訳したりと、初期の叙情的な作風から離れていった。1878年に、詩集、正義、L.A. ジャスティスを、その10年後に、幸福、ル・ボーナーを発表したが、文学的な手法の極端な節約は、市場を損ねる結果となりその作風はすでに、哲学的な内容になっていた。1890年代後半は、 同国の生理学者で1913年にノーベル生理学・医学賞をアナフィラキシーの研究で受賞することになるシャルル・ロベール・リシェと知り合い雑誌にも関心を示しリシェの寄稿する文章にシュリプ・プリドムが返答する形で同じように文章を寄せていた1894年に起きたドレフィウス事件に際しては最初にアルフレド・ドレフィウスの擁護者になった 1901年、アカデミー・フランセーズが第1回、ノーベル文学賞の受賞者にシュリプ・プルドムを推薦した。1901年当時は、ロシアの文豪として、世界的に有名だったレフ・トルストイが存命中で、誰もが初代ノーベル文学賞の受賞者は、トルストイだと思っていたが、スウェーデン・アカデミーは、トルストイの主張する絶対平和主義には、無政府主義的な意味合いが強く、 ノーベル文学賞の趣旨合っていないや、トルストイがあまりにも偉大だったため、恐れ多くて授与しなかったという見解を述べ、シュリプ・プリュドムが、高尚な理想主義と芸術的完成度の形跡、心情と知性の両方の資質の珍しい組み合わせを与える私的な構成物に対して、ノーベル文学賞を受賞することになった。これは同時にシュリプ・プリュドムが、 フランス人として初めて、そして記念すべき初代ノーベル文学賞受賞者となるのだが、この結果に対して、スウェーデンでは一部の作家が抗議活動を行うなどの世論の批判が相次ぐことになってしまった。ノーベル文学賞を受賞したシュリップ・ルドムは妻もおらず、生涯を孤独に過ごしたため、莫大な賞金は自分に必要ではないと思い、その大半を フランス詩人の会などの創設に寄付し、二十世紀、フランス文学の発展に寄与している。1870年に起きた、広島戦争で健康を残ったシュリプ・ルドムは、晩年王イコールドイコール、セーヌ県のシャトネイコール・マラブリーに引っ越し、孤独な一生を過ごした。1905年には、同国の哲学者、ブレイズ・パスカルに関する、哲学書、パスカルの真の信仰。 L.A. ベレイ・レリージョン・サロン・パスカルを表した。1907年9月6日に休止。満68歳であった。遺体はパリのペール・ラシェーズ墓地に葬られた。葬式には同国の詩人や批評家の歴史家のが出席した。シュリップ・リュドムの遺産は、老いの画家、イラストレーターのヘンリー・ゼルボーが相続人となった。シュリップ・リュドムの作風は、初期こそは、 高等派に属し、形式の探求と結びついた個性的なスタイルに向かっていたが、次第に哲学にのめり込んだため道徳的な政策が作品に見受けられるように言った。日々の愛情を歌った代表作、壊れた花瓶は広く親しまれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。